三振の倫理書が出るって時にもう各部騒然何考えてんのみたいなここに行くか行かないかが俺の編集者として分かれ道だなと思ってこれで、おー、みのお前いろいろ持ってんぞめくったるからなってで、俺震えてたのよ今後第2第3の証が生まれますただね、悲しいパンク、どうもパンク、おきです。というわけで今回は皆さんに登場していただきました。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、こちらも出てるんですが、今回バーシーさんの死なばもろともという本が出るということで、まあ、皆さんもこちらの編集に携わっているということで、今日はこちらの本についていろいろお伺いしていきたいなと思います。はい、お願いします。お願いします。ずっとガーシーチャンネルばっかり見てた時期そうですかで、まあ、僕だけじゃなくて出たての時はもうみんな居酒屋行っても何行っても本当にガーシーさんの話ばっかしててこれガーシーさんの本とかあるかなとかって思っててなんだけど、まあ、僕も晒される側の人間なんでちょっと怖いなみたいなそうですちょっとなんかやぶへびになるの刺激するのもあれだなみたいな微妙に悩んでてただ編集者として自分クソだなって思ってたみたいなとこあってなんかこう起業家の本ばっか作ってるんで上場企業の社長とかまともな人たちと関わるようになって俺ってそもそもドブネズミみたいな人間でしかもそこが評価されて面白がられてんのに何まともな感じになっちゃってるんだってずっと思ってたんですよで、あ、俺は終わったなとでもその人生も悪くないなと36だしもうまともないい本だけ出して誰も傷つけず立派なことやる方に人転換する時期かなとかいろいろ思ってた時にガーシーさんが現れてここに行くか行かないかが俺の編集者として分かれ道だなと思ってでガーシーさんがツイッターのスペースってやつで一般の人と喋るみたいにやってて悩んだんですよ僕オフィシャルマークついてるんでツイッター、はい、僕がリクエストをしたら多分一番最初に表示されて多分ガーシーさん気づくんですよだから押したら多分話すことになるとどうするって思って一旦冷蔵庫行ってハイボール飲んでどうしようこれで、ね、おー、みのお前いろいろ持ってんぞめくったるからなって怖えな僕しかもフォローされてたんですよ あの時十何人しかフォローしてなくてフォローしてる人は宣戦布告ですって言ってたので、俺震えてたのよでもそれも含め行くしかねって思ってリクエストボタンを押したんですよ、うん、でそして恐る恐る話したらなんかフォローされててビビってるんですみたいなこと言ったら「いや箕輪さん一個もないですよ」って言われてその瞬間大好きになって白が確定してで、ま、はーってなって本やりたいって言おうと思ってて、うん一応企画書だけ作っててるんですよねって言ったら、じゃあ送ってくださいよって言われてそこから DM して送ってやりましょうってなったって感じなんですよなんですか実際にガーシーさんと直でお会いして会ってないですドバイにいらっしゃるんで、うん、ずっとズームですね秩父の方の家族旅行行ってて、うん、そこの農協の机借りてズーム取材してたこんなほのぼのした農協であいつがこうハングルとつるんでるとかそういう話ばっか聞いてやばかったっす社内でのどうなんですか環境とかあったそれはですね大反対ですよああそうなんですね電話鳴りやまずなりやまずですよまずガーシーさん今はお金持ちなんですけど当時借金返さなきゃいけなくてお金がなくて一般の条件として予想初版部数の半分の印税を前払いしてくれないかって言われててまあそんなのよくあるんですよ、はいはい、でバカなふりしてさらっと後輩に頼んでなんか倫理書みたいに出さなきゃいけないらしくて出しといてっつったらガーシーの倫理書が出るって時にもう各部騒然何考えてんのみたいなえこれってあの人でしょみたいなうちってそしたらまあいろんな人が電話あってもろもろいろんなリスク評判含めめちゃめちゃいろんな偉い人からお話いただきましたでも僕は寄り添う戦法っていうのがあって皆さあってお前の気持ちは分かんだけどいろんな事務所がさ原稿者で本出さないとかさ雑誌に出ないって言ったら大変じゃないかって言われていやめちゃめちゃ分かりますめっちゃ大変ですよね僕も何屋さんの立場だったらめっちゃ嫌だと思います、うん、謎に寄り添ってえみたいな最終本当に自費出版みたいにしようと思ってます
僕常に変なことやるときはプラン B、うん、C、D ぐらいまで考えるんで、本出したいっつって、で、すいません、うちで出せませんでしたってガーシーさん言ったら、お前何手のひらですかってなるんで、はい、それよくある板挟み戦法なんで、うん、僕はだから各出版社に電話して、もし原稿者無理だった場合出せませんかって聞いてたし、で全部断られましたけどB はダメで、C はもう自費出版のお手伝いをする、要はそれはガーシーさんへの義理を通すために、まあ、どの出版社では出せませんけど自費出版っていうのがあるんで、それは最後まで責任持って編集して印刷まで持ってきました。それはそれでなんか社会現象になるかなとも思いつつ、全出版社発禁みたいにしてとか、いろいろプランの中でどこに落とし込めるかって考えながら、いろんな人と話して寄り添って、なんでこいつ寄り添ってくんだと思いながら進んでた感じです。なるほど、はい。まあ、ガーシーさんがギャンブル依存症になって、まあ、BTS 詐欺とかやっちゃってドバイに逃げてから、この前の参院選に当選するまでが確か206日なんですよ。わずかこの206日の記録と、ガーシーさんのどういう人間なのかっていうのと、アテンダーとして港区を見てきたものと、生き抜いてきたその術みたいなもの、芸能界から反社的なものから何から何まで書いてるって感じです。その人なりのルールがあるっていうのが、僕が編集したいと思う著者の共通点なんで、それはやっぱガーシーさんには感じますよね。覚悟と筋みたいな。やっぱりガーシーさんはアテンダーとして27年間やってきて、理解損得じゃなくて恩義とか、まあ、義理人情みたいなものを大事にしてきたからこそ信頼を得てきて、だからそこですよね。そこを大事にしているって感じです。アテンダーっていうものに対して僕ガーシーさん出てきて初めて知ったんだけど、はいはい、美濃さんたち的にはもうそういうものはあるっていうのは最初からもう認識とかあった？僕はだから一般の人とはやっぱ若干違くて、どっちかというとガーシー寄りの生き方はしてるんで、なんとなく存在は当然知ってますよ。お金持ちでも二手に分かれるんですよ。普通にしっぽり飲みたい側と、パーティーみたいなどんちゃん騒ぎして女の子呼びたい側、で僕どっちかって言ったらしっぽり飲みたい側なんですけど、何人か著者の人とかも女の子をガンガン呼んでテキーラ一気したいみたいな側もいるんですよ。でその人たちに呼ばれていく時とかは、まあアテンダーみたいな人いますよね。そりゃ秘密握りますよねどうなんですか、そういうアテンダー的な人が YouTube でガンガン出てくるっていうのは。いや皆さん的に全員震えやばさ黙ったもんじゃないでしょう確か本の中でも、まあ、今後第2第3のガーシーが生まれます。ただね、話が面白いっていうのがやっぱ条件で、ガーシーさんなんかね、はい、そこは特別面白いじゃないですか、うん、大阪弁のテンポも。だからそこはなかなか難しいかなと思うんですけど、今港区で何が起きてるかっていうと、みんな怖がってアテンダーに近づかなくなってるそうですか。で、アテンダーは全くガーシーと同じですよ。俺あんなアテンドしてきたのに何ビビって離れてってんだ、だったら俺だってガーシーそうっすよね。で、第2第3のガーシーが今誕生寸前で連携取ってます。あ、連携取って当然。あと大物とすごい仲いいアテンダーも今ものすごい悩んでます。あどっちにつくか、うん、ガーシーさん喧嘩がめちゃめちゃうまいですよ。三国志的な喧嘩、陣地取り合戦、はい、権力がガーシーを潰そうとしたら、ガーシーはゲリラ戦で戦う切っても切っても増える、潰せば潰すほど数が増えてくる。これはもうヤバすぎて載せらんなかった。あー